よろししくおお願いまますすけです突然ですが皆さんは死について語ることにどんなイメージを持っていますか不謹慎タブー暗いなどまだまだ多くの人がネガティブなイメージを抱いていて死について語ることはあまり好ましく思われていないように感じていますでも死はネガティブな側面だけではないはずです 詩に対する考え方を少し変えるだけで今を生きる力にもなることができるのではないかと私たちは考えていますそこで私たちのプロジェクトはデザインの力で詩にまつわる文化や価値観を変えることを目標にしています考え方のデザインと視覚的なデザイン両方のアプローチから詩や生の捉え方を変えることを目指しています 死は誰もが通る道なのに死について語ることはタブー視されがちで死についての話題を話すことはなかなか難しいです死にまつわる文化や価値観をデザインの力で超え誰もが死や性について考える機会を作り自分の死生観を自然に話すことができる社会を作っていきたいと考えていますこれまでの活動について簡単にご紹介します さざまえないおばけ、昨年,結成し、ま昨年あ、2年前に結成して2年間活動しているんですけれども、結成後第1弾としては、死別により心に抱えてしまったもやもやした気持ちを発散するためのグリーフケアプロダクトとして、引き出しカードゲームと引き出しノートというものを作成しました。このカーーードゲームとノートは えっと、去年、クラウドファンディングを実施して、達成率122%で、今年の2月に商品化しました。そのほかにも、イベントの企画だったりと、エンド・オブ・ライフ・ケア学会という学会に、とシンポジストとしての登壇をしたりと、論文に掲載してもらったり、企業様からとデザインの依頼を受けて、とデザインをの業務をやったりしています。 今回の100番地の実験結果のご報告を行います。私たちはこれまでプロダクト作りというのをメインにしてきたんですけれども、もっと広く継続的に活動できるプロジェクトに成長したいと思って、この100番地に応募しました。今回は死、えー、生観を気軽に語り合える場作りとして、デススナックというものを、えー、と企画しました。10月15日の土曜日に、 渋谷の道玄坂にあるカウンター10席ほどの小さいお店を間借りしてそちらで実施しました。が当日の様子です。すごくたくさんの方にご来店いただいて、すごく盛り上がりました。当日やったことはデ、えっと、スナックらしさを出す工夫としてなんかコラボメニューに姿勢感を付け加えたりっていうコラボ姿勢感メニューとかとなんか。 自分の死生観を表現する歌をカラオケで歌ってもらう死生観ソングカラオケだったりっていうのをやりました。これがコラボメニューでチーズケーキとコーヒー焼酎を作ってもらったんですけどそれぞれの作り手の死生観っていうのを文章化してつけてもらいました。こっちはコーヒー焼酎のものですで。問いかけのボードを作りましてどう生きてどう死にたいという問いを 用意してそちらにと来ていただいた人に小さい紙に答えを書いてもらっています。あとは、えっと、ついでにと思って刺繍ミシンをレンタルしてと自分でハンカチと T シャツを刺繍して作りました。と一応、ハンカチがまだ40枚ぐらい500円で1枚500円で売ってるので欲しい人いたら買ってください。ですスナックをやってみた振り返りです。と 今回分かったことは、スナックをやるって周りに行った時に、なんかどういう反応なのかなって思ってたんですけど、面白そうっていう反応がすごく多くて、想像以上に興味を持ってくれてる方がいたというのがありました。特になんか20代から30代ぐらいの若い世代のお客さんが多く来ていただきました。またえっと、2年ほど活動を続けてきた中で、私たちを応援してくれてる方が 結構たくさんいらっしゃるというのを改めて実感しましたあとそしてと姿勢感についていろんな人と話す中で自分人生の数だけ姿勢感も存在するということが分かってと姿勢感を語り合うことの奥深,奥深さとか重り白さを感じましたと良かった点としてはと 非常にたくさんのお客様が来てくださって楽しかったという反応をたくさんいただけたことですと初対面のお客さん同士での交流もたくさん見られたり異業種の方がたくさん来ていただいたりしてリアルの場作りとしてはなかなか良いものになったのではないかと思ってますただちょっと反省点も結構多くて今回一番の反省点はとお客さんがお店のキャパをすごくはるかに超えて来ていただいたことでちょっと自分たちで状況をコントロールできなくて思ったように 死生観を語り合う場っていうところではうまくいってたのかっていうのが疑問を残りました。と結構準備不足もあってお店の世界観の作り込みが不十分でなんかもっとデスナックとしての世界観を作れてればもっと死について話す場になったのかなっていうところが反省点です。と飲食店を自分たちだけでやるっていうのが初めてだったので結構オペレーションもちょっとグダグダになっちゃったっていうところでした。 え以上の反省を踏まえて次回はこんな感じの改善策を考えています。で100番地延長をするのでその延長期間にもう一回こう死生観を語り合う場作りの再チャレンジをしたいなと思っています。あとちょっと裏の目標でメンターの横石さんと相談してて。あの デスガールズユニットとして自分たちブランディングしていこうというのがありましてもっとその自分たちのファンも増やしていけたらなと思っています。すいません、時間オーバーしましたが以上で,で発表を終わります。ありがとうございました。定まらないお化けプロジェクトの子みずきさん、ありがとうございました。<laughs> すごい。いや、面白い活動ですね。<laughs> <laughs> あの、多分バーじゃなくてスナックである。 で多分ポイントの一つのような気がするんですけれども、えっと、そこについて是非コードさんからお話聞きたいなということとあとなんか今後、まあ、そのご自身プロジェクトのみんなのユニットとしてのブランディング以外にデススナックとして、えっと、自分たちのブランドのお店をなんか熱くしていきたいか,なんか文化として広げていきたいかどっちなのかなってすごく思って是非佐久原に聞きたいと思っちゃいました。はいあ えっと、質問って最後のやつですかね。あれ <laughs> <laughs> あごめんなさい。バーじゃなくてスナックって。ななくてスナック。あ、そうです。なんかもともと自分がスナックっていう場が好きで、スナックのままなりたいとかずっと言ってたんですけど、えー、なんかそのバーみたいにこうしっぽりした感じっていうよりは、スナックでこう、お客さん同士もワイワイ話したり、こう内側の何てうんでしょう、立ってる。 違うスナックカウンターの中と外の会話がもっとこうわってあったりとかカラオケがあってとかなんかそういうところでスナックっていうものがすごく好きでなんかやるときはバーじゃなくてスナックっていう名前でやりたいなっていうのがあってっんお金っていう存在がなんか大きそうなイメージですけどもなんかスナックの方がなんかバーテンさんっていうよりもなんかカウンターの中に立ってる人そうですね、うん、なんかママとスナックはママみたいな感じがすごい <laughs> その。 自分のなんかこう意見を発信するとかじゃなくてこう人のお客さんの話を聞いてこっちもそのいろんな人の話を聞くし周りもそのみんながお話を聞いてるみたいなその自分の情報を発,なんかこう発信じゃなくてその場をこう一緒に作っていくみたいな立ち位置でやりたいなっていうのがあって <laughs>、はい、そのスナックのまま。<laughs> すごい ありがとうございます薄い質問で,したの <laughs> でそのデススナックはあのなんか自分たちの、まあ、作るお店を今後なんか継続していったりなんかその有名にしていくぞっていうよりっていうアプローチもあると思ったしあとそういうような死生観についてスナックで語るよねみたいなことをなんか世の中に広げていくスナックの場スナックという場の最定義みたいな。 なんか方針もあるような気がして、なんかそう、今回のそのね、実験のメインだったそのスナックをするっていう取り組みの今後のなんか展開とかって、なんかどんな感じ？そうですね。今後は一応こういうなんかイベント的な感じで、なんかこう、ポツポツと。あの、ちょっとずつ続けていって、まあ、なんか目標としては、やっぱ自分たちの場みたいなものを。 が作れたらいいなって思っててて思お店を持つのか、うん、なんかこう事務所兼お店みたいな形なのかで、なんかそうですね、このスナック、ベーススナック的な活動をちょっとつずっと続けてはいきたいなとはなるほど確かになんかユニットの皆さんのそれぞれの死生観についてもなんか聞きに行ったりとか、相談しに行ける、ふらっと立ち寄れるような感じそうですね。 なんか第3の居場所みたいなスナックってなんかそういうイメージがあるなと思ってたんでなんかその家と職場とその間のなんかもう一つの居場所みたいな感じのものの一つとしてこういうなんか死生観死について語るけどまあそれっていうなんか自分の人生考えることにつながってると思うんでなんかこう自分の人生を考える場とかそういう感じの一個のなんか。 というかお店みたいなものがもし将来的に作れたらいいなっていう気はしています、うんあ。ありがとうございます。この間のちょっとイベントも行きたかったんですけども行けなくて、<laughs> ぜひまた次回あるときお邪魔させてください。はい、はいちょっと。次回ちょっと百番地まだ何も言ってないんですけど <laughs> 使えないかなって百番地でやれないかなって。<laughs> あ、そうなんですか <laughs>。って思ってるのでぜひなんか百番地の皆さんとかに来て。 ほしいなって思ってます。はい。ありがとうございます。定まらないお化けプロジェクトのツイッターかなんかフォローしたら、活動が得られるみたいな。あ、はい。得られます。はい。発信します。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。